1936年、アメリカ合衆国大統領選挙は、世界恐慌が8年目に入った年に行われた。現職大統領で、民主党のフランクリン・ルーズベイルとは、連邦議会や裁判所を通じて、そのニューディール政策の、各条項を推進し続けていた。しかし、ニューディール政策はすでに法制化され、社会保障や、失業給付のような政策が、 大半のアメリカ人に高い人気を得たことが明らかになっていた。共和党の対抗馬はカンザス州知事のアルフレッド・ランドンであり、政治的には中道だった。政治学者の中には接戦を予測した者もいたが、ルーズベルトは選挙人選挙ではわずか発表を渡しただけという、当時の二大政党体制が1850年代に始まって以来最大の勝利を得た。 民主党の指名候補者、ルーズベルト大統領は、同行の市以外には唯一人の対抗馬が、いるだけだった。ニューヨーク州出身の、反、ニューディールを掲げる、弁護士ヘンリーエス・ブレッキンリッジが4州の予備選で、ルーズベルトに対抗して出馬した。民主党員の中で、ニューディールの人気を試そうというブレッキンリッジの、試みは失敗し、大差で敗れた。 ニュージャージー州では、ルーズベルトが候補者名簿に載っておらず、予備選でブレッキンリッジに敗れたものの、書き込み投票だけで19%を獲得した。ルーズベルトを支持する大議員候補者が、ニュージャージー州だけでなく、他の州でも圧倒的に選出された。他の予備選を見ると、ブレッキンリッジが最も多く得票したのは、メリーランド州の15%だった。 全体的にはルーズベルトが予備選投票数の93%を獲得したのに対し、ブレッキンリッジは2%に過ぎなかった。民主党全国大会はフィラデルフィアで開催された。大議員たちは、全会一致で、現職大統領ルーズベルトを大統領候補に、やはり現職の副大統領ジョン・エヌ・ガーナーを副大統領候補に指名した。ルーズベルトの要請により、 南部に拒否権を与えていた3分の2ルールが撤廃された。共和党の指名候補者多くの候補者が共和党の指名を求めたが、ランドン知事とボーラ上院議員が有力候補と考えられた。ノックス、ウォーレン、グリーン及びデーが、それぞれの出身州予備選では勝利する一方で、進歩派で造反者としてもよく知られた70歳のボーラは、 ウィスコンシン州、ネブラスカ州、ペンシルベニア州、ウェストバージニア州をび、オレゴン州の予備選を制し、またノックスのイリノイ州、グリーンのサウスダコタ州でも、かなりの強さを示していた。しかし、当機関は、大半が富裕な実業家で中道のランドンを後押しし、マサチューセッツ州とニュージャージー州の予備選で勝利し、党員集会や、州の党員集会では優勢だった。 ノックスが、ランドンの副大統領候補となって撤退し、例、グリーン、及びウォーレンは、その大議員を自由裁量としたことで、党大会での投票は次の結果になった。この選挙では、ルイジアナ州選出の民主党上院議員で、富の再共有を掲げ一世を風靡していた、ヒューイ・ロングが、第3党の候補者として推す動きが盛んだったが、歴史家で、 ロングの伝記作者であるティーハリー・ウィリアムズによれば、ロング自身に大統領選出馬の意思はなかったと言われている。ロングとしては、ラジオ放送で人気を博したカトリック教会の司祭で、反ユダヤ主義的ポピュリストでもあった、チャールズ・カフリン神父と手を組み、神道、富の最共有等の公認候補として、誰か他の者のを出馬させる腹だったという。 新党の候補者とルーズベルトで左翼票が食い合うことで共和党の大統領が選出されても富の再共有の存在を訴えることはできロング自身は4年間待って1940年の大統領選挙で民主党員として出馬しようとしていた富の再共有党の候補者としては共和党予備選に名乗りを上げたボラー上院議員やバートン系ホイーラー上院議員 また農業労働者党の有力政治家だったフロイドビオルソンミネソタ州知事が考えられていたが1935年9月にロングが暗殺されるとボラーとホイーラーは第三党からの出馬に興味を失いオルソン知事は末期の遺願と診断されて出馬を断念する連合党候補ウィリアム・レムケ下院議員カフリン神父はロングのもで活動していた 白人史上主義者で、キリスト教右派の代弁者であるジェラルド・エル・ケスミスや、老齢年金制度の創設を主張していた医師の、フランシス・タウンゼンドと手を組み、結成した、神道、連合党候補者として、ウィリアム・レムケ下院議員を擁立した。レムケは、他の可能性があった候補者に比べて、カリスマ性も名声もなく、選挙戦もうまく戦えないで、 やっと2%を獲得したにとどまり、連合党は翌年解散した。ちなみに、ワシントン州では、ファシスト活動家で、銀シャツ党を率いていたウィリアム・ダドリー・ペリーが、候補者名簿に乗り2000秒足らずの票を得た。投票は1936年11月3日に行われた。この選挙は、世論調査が行われたことで有名である。 これは、リテラリーダイジェスト氏が読者及び潜在的読者1000万人に郵送し、200万通を回収した質問票に基づくものだった。最近5回の選挙での勝者を正確に予測した、リテラリーダイジェスト氏は、その10月31日号で、ランドンが選挙人票370票を獲得して勝利すると宣言した。この誤りの原因は、 不適切なサンプリングによるものと考えられている。リテラリーダイジェスト氏の読者は共和党支持者が多かった。同じ年、科学的な調査を始めた広告者役員、ジョージ・ギャラップが5000人の無作為抽出に基づく調査でルーズベルトの当選を予測した。ギャラップの正確な予測は、ジャーナリストや実際の政治家にとって、 世論調査を重要な要素にすることになった。ルーズベルトは48州のうち46州を制するジス滑り的勝利をつかみ、下院での勢力も上積みされた。一般投票で、ルーズベルトの60.8%という得票率は、1964年のリンドン・ジョンソンに続くアメリカ市の中でも2番目に高い支持率だった。例外として、 1820年の大統領選挙では、ジェームズ・モンローがほとんど反対のない選挙となり、選挙人票の98.5%を得たことはに大政党制の中でも最高となっている。政治学者の中には、世界恐慌に責任があると多くの有権者が認めた、共和党は、間もなく、姿を消すと予測した者も,もいた。しかし、 共和党は1938年の議会選挙で強く復活を果たし、1952年の大統領選挙まで勝てなかったものの、議会内勢力を保ち続けた。選挙人選挙の結果、ランドンはメイン州とバーモント州を制しただけであり、民主党議長のジェームズ・フェアリンはこのことを受けて、メイン州が動けば国が動くという当時伝統的な政治格言を、 メイン州が動けば、バーモント州が動くに作り変えた。いずれの州も民主党が、勝利得票率差5%未満、ニューハンプシャー州、1.75%得票率差5%以上10%未満、カンザス州、7.72%マサチューセッツ州、9.46%デラウェア州、9.77%。ありがとうございます。